どうもゆうさです。はい、今回は縄跳び動画果てなき挑戦いきたいと思います。まあ、ちょっとリクエストがありましたので撮ろうかなと。はい、でそうっすね、一応まあ跳びながらいきましょうか。まあ、こういうリズム芸苦手な方には難しいっすよね。まあ、僕も言うてめちゃくちゃ苦手、めちゃくちゃ得意ということではないですけど、まあ嫌いじゃないので、まあ、一応軽くでも解説しながら飛んでいけたらなと思います。とりあえず、ルール的には20回ずつスピードが変化していきます。まずは加速していきます。20、40と特にね、40がむずい。40の切り替えのところがむずい。まずはちょっと集中しますね。このね、35来ましたね。もうすぐすごい速くなるんですよ、一気に。こうで、多分速く飛びすぎて引っかかっちゃうんですよ。はい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 、で急に遅くなる。やるやんっていうぐらい遅くなります。これまた20回分、だから80まで。この辺からね、まあ、100を目指したいんですよね。報酬は全部で100まであって、まあ、200までなんか設定されてるっぽいんですけど、今100までしか行けないの でちょっと速くなる。まあ、このループなんですよね、ひたすらこのループ。まあ多分ですけど、で今は多分100で引っかかると思うんですよ。なんかバグってるのか分かんないですけど、何回やっても絶対100で止まっちゃうので、まあ、とりあえず100まで行ければ全ての報酬が得られるので、こんな感じ、これ止まるんですよ。はい、ということで100。はい、まあ私は打率、今一発で成功しましたけど、打率的にはまあ何回かやったんですけど、3回1回ぐらいかな、100まで行けんのって感じです。だいたいまず20からね、19から20に変わった時にペースが、最初のペースチェンジがあるんですけど、まあそこがまず最初難しいんですけど、次にやっぱ40のところすごい速くなるんですよ。まあ、画面でも見ていただいた通り、それが結構難しい。40からペースをなんか整えるのがまず難しい。41から44ぐらいの記録で止まってる方かなり多いと思います。で次頑張って60までいったら、次は60から急激に遅くなるんで、そこで速く飛びすぎちゃってアウトみたいな。まあ、とにかくコツとしては、あんまり速く飛びすぎない、落ち着いて飛ぶっていうことぐらいですかね。はい、で40に非常に本当に重要な報酬があるので、まあ、40までは最低でもどんなに苦手な方でも言っといていただきたいなと思うので、まあぜひ期間長いんで頑張って練習して行ってみてください。まあこのバグというか、100回以上行けるようになったら、そのバグが治ればまたちょっと軽く挑戦してみたいなと思うんですけど、はい、まあ、なかなか時間泥棒ですからね、これもね。はい、まあ、ほどほどに、手も痛なるし目も痛なるしね、じっと見てたら涙出てきますからね、気をつけて。ということで、見ていただいてありがとうございました。